はい、これです。というわけでね、やっていきたいなと思います。今回は、ファミコンのドラゴンクエスト2の復活の呪文のお話になりますね。まあ、昔プレイしたことがある方ならお分かりだと思いますけども、こちら福引券をね、たくさん持った状態での復活の呪文になるんですよね。復活の呪文の魅力とサマルトリア城から始まるんですけど、まあ、南にとリーザの街があるので、街に入っていただいて、街の上の方にある武器屋さんのね、扉を銀の鍵で開けて、福引城が出てきますので、まあ、そこでね、差しがいい方は、レトフリーだとか、まあ、そう、クイックセーブできるね、5体で何回でもチャレンジできるというね、復活の呪文になっております。で、あの頃ね、諦めてしまったゴールドカードをね、もしかしたら手に入れられるよね、あとも検証だとかね、まあ、ちょっとね、やってみたいなって、暇だからちょっと福引でもやるか、みたいな方でも全然いいと思いますんでね、こちらの方を使っていただければなと思います。お金もそこそこ持ってますので、剣がなくなっても道具屋で薬草マラソンとかすれば全然大丈夫だと思いますんでね。でちなみにこの剣をたくさん持ちたかったので武器防具が持ってないんですよ。武器剣たくさん持ちたかったので武器防具が一切持ってません。でもお金はあるので、この辺のものであれば武器防具すぐ揃えられる金額を持ってますんでね、まあ余裕を持ってできると思いますので、この辺でね遊んでみてはいかがでしょうか。というわけで短いお時間でしたけど、お付き合いしていただきありがとうございます。またね、いろんな動画出してますので、レトロゲーム最新ゲームいろいろやってますんでね、よかったらチャンネル登録やらね、高評価、もしよかったら拍手の方もねお待ちしてますので、その辺の方をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。